サラシナショウマは、金ウゲ科サラシナショウマ族の多年草の植物。産地に生えており、夏から秋にかけて、白い小花を穂のように咲かせる。和名、サラシナショウマは、わかめを茹でて、水にさらして、山菜として食したことに由来する。別名で、山ショウマ、野菜ショウマとも呼ばれる。花言葉は、雰囲気のいい人、助力である。日本の北海道。 本州、四国、九州の範囲と中国北部に分布する。低山帯から阿高山帯に分布する植物で、産地の落葉樹林芸や草地に自生する。半日陰地で、排水が良い肥沃な土地を好む。多面性の総本で、背丈は40から150センチメートルで、茎は直立する。葉は互生して、長い柄があり、2から3回3での鵜上服用で、 小葉は3から8センチメートルの先が尖った、卵型から楕円形、さらに2から3列して、葉縁には目立つ不揃いの鋭い巨子がある。葉には、悪臭がある。花器は、夏から秋にかけてで、相乗過剰に、長さ5から10センチメートルの花柄を出して、多数の白い小花が咲く。花水の長さは20から30センチメートルあり、 一つ一つの花が細かいため白いブラシのように見える。花には、両生毛と尾花がある。花は、花弁と学編は早く落ち、長いおしべが残って目立つ。花水には特有の香りがある。果実は、袋下で、密集につき、一つの長さは1センチメートルほどのやや、扁平で歪んだ楕円型をして、先端の横には、花柱が、突起状に残る。 果実は、秋から初冬に熟して、袋かの上部か階列して、中に3個ほどある種子を落とす。種子は、長さ3ミリメートルほどの長大円型で、周囲の面には水平に多数の翼は重なり合うように、並んでつき、全体にも輪変状の突起がある。本種や、その他同族植物の根景は、昭マという日本薬局型に収録された木薬で、 地上部が枯れてから株を掘り上げて、茎やヒゲ根を取り除いた根茎を水洗いして、天日で乾燥させたものである。昭和は、発汗、下熱、下毒、胃液、腸液の分泌を促して、胃炎、腸炎、消化不良に効果があるとされ、おつわざ湯、昭和か根湯、補充液気湯、立甲酸などの漢方処方に廃材されている。民間では、 ついた治療にグラムの生魔を煎じて、うがいに用いられる。なお、本種に似たものや、混同されて、生薬として用いられたものなど、幅広い植物に、生魔の名が用いられている。これらについては生魔にまとめる。日本の各都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。禁煙種に、犬生魔や、大場生魔などがある。さらしな生魔は、 小葉の木部は凹まず、白花が水上に密生し、果樹が枝分かれせず木部で分岐し、花には柄があるという特徴があり、多種との見分けのポイントになっている。ありがとうございます。